今日はパンを考えるということで、昨年イスズベーカリーさんとのコラボでヴィッセルは選手監修パンというものを、ヨルキ選手、斉藤選手、パトリック選手を3選手で作ってヴィッセルのホームゲームで販売させていただいて、それが大好評だったということで、今年もぜひコラボしようじゃないかということで、はい、今日は今年販売する高井選手の、監修パンを作るためにですね、実際にイスズベーカリーの社長にお越しいただきまして、はい、毎週にどんなパンにするかを考えていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして、神戸でパン屋をしておりますイスズベーカリーの井筒大輔と申します。よろしくお願いします。今回坂井選手がもうわざわざお時間頂戴して今回のパンを考えてくださるということで、まあ、非常に私も楽しみにしております。よろしくお願いします。お願いします。もちろん神戸に住んでますので、はい、イスズさん、はい、ベーカリーさんのことは存じております。ありがとうございます。はい、嬉しいです。ガクトさんと仲良くさせて。あ、そうです、はい、そうなんですよ。ガクトさんがよくイスズさんのセディーグを見てるんで。あ、そうですか。ありがとうございます。こういう機会いただいて光栄です。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はアイデアを出していって、実際にこういうパンにしようというところまで、話で持っていければなと思っています。はい、皆さんに前回お願いしたのが、好きなパンは何ですかと、であと好きな料理は何ですかというところでアプローチをかけました。で、今回は、坂井選手を含め4名の方とコラボしてパンを作るんですけど、それこそもう坂井選手がこのパンがいいっていうのか、それともカフェすごいコーヒーが好きということでお伺いしているので、そのコーヒーに合うパンだったりの考え方もいいのかなというふうには思っています。まあ、方向性は一緒かなと思って、はい、まあ、コーヒー好きなんでコーヒーは関連付けようかなと思ってますし、はい、まあ、僕やっぱドイツ長かったんで、はい、まあ、やっぱなかなか、まあ、神戸は多い方かな、はい、ドイツパンはやっぱり好きなんで、はい、ドイツでよく食べてたパンと、まあ、コーヒーでっていうのはちょっと考えたかなっていう感じです、はい、方向性としては。ドイツパンっていうのはそのライムが入ったものですか？いや、そうっす。どっちかというと雑穀とか全粒粉とかなんですけど、はい、それはちょっとさすがにサンドイッチとかになっちゃうんでそうですね。そうするとなんか個人的にはドイツパンって今言いましたけど、そのそっちのパンっていうよりドイツでよく食されてるパンっていうのが、まあ、はいはい、やっぱ代表的なパンとかがやっぱりあるんで、はいはい、でもやっぱ子供から大人まで人気なのがまず第一で、やっぱり絶対プレッツェルなんですよ、ね、はいはい、プレッツェル、はい、で、これは地域によって違くって、はい、僕はハンブルグなかったんで、はい、南の方にシュネッケンのホレって言って、はい、なんかカタツムリの形してるっていうところの由来から来てる、はい、まあ、形で言ったらシナモンロールみたいな味付けのパンがあって、はいはいはい、まあ、その2つにコーヒーをうまく合わせたらっていうのはちょっと考えるかなって思います。でも俺ちょっと僕は、はい、プレッツェルってそのまま食べる人ももちろんいっぱいいるんですけど、はい、プレッツェルにもうモリモリにバターベタベタに塗って食うのがドイツ人大好きなんですよマジで塩味が美味しいんで、はい、でクリーミーさもあってて、はい、結構やっぱり一回やってしまうと、はい、もうそれから離れられないっていうのはドイツ人としてはあるんですよ、はい、だからでもかといってちょっと日本人にはその刺激が強すぎるかなっていうのがあるんで、まあコーヒーって言ったら、まあ僕コーヒー合わせられるんだったら、まあコーヒーホイップとかなんかそういうのしかないかなと思ってたんで、はい、それだったらまあプレッツェルにコーヒーホイップと、はいはい、まあ、何かフルーツなのか、はいはい、ちょっとこう、何ていうんですかね、スイーツっぽくできるみたいな感じ、はい、ただそのプレッツェルもし作れなくて、ラウ原液っていうね、そうそうそう、あれちょっとそれがないので作れない、そうなんですよ。ぐるぐる巻いてたパンの食感ってどんな感じですか？あ、柔らかいです。シナモンロール用にです、ね、あ、わかりました、はい、じゃあサクサクじゃなくて全然違いますね、はい、甘くてしっとりした生地です。そうですね、はい、わかりました。だいぶ甘いです、なんならだいぶ甘い、はい、あったら絶対買っちゃうから、その2つしかなくて、うーん、しねけど、じゃあその、まあ、今ビジュアル的にはぐるぐる巻いた感じ でそのぐるぐる巻いた中のフィリングみたいなのをコーヒー味にするとかもありだと思いますね、はい、はい、かそれか あとそのコーヒー味を出そうとすれば、グレーズって言って上に砂糖とこう水を混ざったものががっつり甘いやつがかかってるのをコーヒー味にするっていうのはできます、ね、うん、
まあ、そっちの方向性かなっていうのは。あとなんかそこに例えば直感みたいなのが入ってた方が楽しいかなと思うんですけど、例えばナッツとか。あ、ナッツでもさっき書いてありました、クルミとか。あ、書いてましたか。はい、なんかナッツの中でどんなナッツがお好きですか。いや、ナッツはもう全体的に何でも好きっす、ね、あ、そうですか。はい、クルミ好きだし、まあ、ピスタチオとか合うんじゃないですかね、うん、意外に。その辺のものを数種類入れて巻いて焼くとかな。ぺっちゃんこの方がいいですか。ぺっちゃんこほどぺっちゃんこじゃないですか。ちょうど本当このテーブルぐらい。テーブルですね。はい、まあだからいわゆる普通のパンぐらいですね。そうですね。はい。わかりました。まあそれこそわかんないけど、ちょっと砕いたコーヒー豆とか、はい、はい、まぶしてもいいかなと。コーヒーの風味がするようなものだったらいいですか。それかなんか、まあ、かといって感じないものぐらいだったらやんなくていいかなと思っちゃいます。はい、もうそこを美味しく作ってくれ。わかりました。はい、はい、しっかり信頼して、はい、振り切っちゃっていいんじゃないかと思いました。こんなコーヒーかって、はい、コーヒー食べれない人いるかもしれないけど、はい、キーワードとしては、まあ、コーヒー感を優先的に甘くてしっとりで、ナッツが入ってそうですね、はい、まあ企画的に面白くなければ、はい、もうただただドイツのパンを焼いて、ゴージャクはこれが好きだったって言って出してもらってかないですけど、なんなら、はい、じゃあコーヒー付け加えた方が、はいはい、僕としてはもうその、そうですね、ドイツパン作ってくれてるだけでもう十分なんですけど惣菜パンももちろん面白いかなと思うんですけど、うん、ちょっと自分がなんかあんまりありきたりなものしか頭に浮かばなかったんで。わかりました。はい、かな、はい、いや、しっかりヒントはいただいたので、うん、はい、もうこれでいけそうな感じです。はい、ラブスターからでコーヒーからで行ってもらえればね。試作品を、まあ、またちょっと食べて、はい、まあ、ちょっとこうやって、そうですね、そこでまた意見いただいて改善するという、はいはい、ちなみに前回の時は全部一発合格でした。まあ、いや、プリンフランスという名前です。プリンフランス、名前のパン。プリンクリームとカスタードをフランスパンの生地で包んで、はい、カラメルを、まあ、プリンのカラメルを。バチクメ。どうぞ。ビギストバブルメン話がまだプリンに届いてない。美味しい。美味しい。どう？もも。本当？美味しい。プリンの味は結構します。もう。美味しい。美味しいです。気に入ります。はい、ね。売れますよ。売れます、売れます。多分これも。すぐ行ける。美味しいね。美味しいです。良かったです。ボン。良かったです。ボンはトップ。ボディコンプラ。美味しい。ありがとうございます。生姜焼き塩パンということで、生姜焼き、まあシンプルに塩パンに生姜焼きを挟んだものになって、はい、まあ、生姜焼き好きということで、はい、そうなんですけど、ちょっとじゃあぜひ召し上がっていただいて、はい、はい、おいしいです。生姜焼き好きなんでハードな感じのパンがすごい相性いいです。食レポの才能が出ますね、これ。めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しくて、まあ、外でも食べやすいと思うので、ぜひ皆さん買ってください。酒井選手の方がレーズンとアーモンド、カシューナッツ、クルミが入って、アーモンドクリームを生地で包んで焼き上げたパンになってます。コーヒーグレーズと、トッピングのコーヒーチーズがアクセントになっているとのことで。コーヒーチーズ、はい、めっちゃうまそう、普通にでも。
でも絶対汚れるやつこれ。え、ちぎっていいっすか。どうぞ。すごいすごい、あ、すごいすごい、あ、すごいすごい、中に結構ナッツとかが入ってる、うん、入ってる、見えますか。もう回ってる、回す。あ、うまい。うわ、めっちゃコーヒー、思ってるより。へえ。うん、美味しいです。思ってるよりコーヒーよ、食べたら。取れたよ、全部。多分それでも分かるかも。うまい。結構コーヒーじゃない。うん、すごいね、これ。風味とかだけじゃなくて、もう味そのものコーヒーみたいな。ああ大丈夫かな、好き嫌い分からないかな。思ってるよりコーヒー。うん、何と合いそうですか。なんかミルク系のやつとか。まあ、余裕で合うと思う。いや、それこそラテとかめっちゃ合いそう、これ。うまっ。俺全部食っちゃうかも、これ。うまっ。昼食ってねえから。うん、全然おいしい。めっちゃうまい。うん、クルミも入ってるし。じゃあ、ぜひ、うん、みんなに買っていただいて。美味しいです。全部めっちゃうまいんだけど。ね。うん。コーヒーがこの強い。いい感じ。大人だよ。大人。なるほど。俺は好き。めっちゃ。俺も好き。カフェとかで出てきても全然あり。うん。なるほど。美味しいこれ。あとで食べよう。残しとくからこれ。ちぎってるだけだから。でも持ち帰り分ぐらいあります。え、マジですか。はい、持ち帰りますとしたら。はい、あの、うちのカフェの店員に試食させて参考に、うん、参考にする。井出選手の方が、うん、まあ、クロワッサンにカレーとウインナーをサンドした、まあ、カレーウインナークロワッサン。クロワッサン大好きなんで、はい、ぜひ召し上がってみてください。いただきます。それもうまい、ね、うまい、うん、これは甘いとしょっぱいじゃないけど、あれが一緒になるのはやっぱうまいからね。うん、これは間違いない。シンプルに外れないやつね。うん、結構カレーはどういう甘めですか、スパイシーな感じですか。うんうん、うまい。聞いてる。答えろや。甘い系なのかスパイシー系なのか。うん、ちょっと分からない。分かんない。あ、でも結構あれだね、柔らかくなってるね、確かに。ウインナーが、うん、しっかりしてる、うん、ボリューミーな感じです、うん、うん、うん、どういうカレー。でもこれスパイシーな方なんですか。スパイシーな方なんですか。うん、まあ、間違いはないですね。甘いカレーではないですね。うん、別にこう人を選ばないとか、誰でも食べれるくらいのスパイシーさ。うん、あ、全然辛いとかそういうのない。そういうのない。うん、食感いいし食べやすそう。なんかこんだけ詰まってるとさ、うん、結構なんか大口ガーってやるみたいな。確かにクロワッサンって潰れるからさ。確かに両方美味しかったです、うん、ありがとうございます。両方美味しい。カレーはね、食欲出るもんね。なんかね、もう一口いきたいってなるカレーって。だ、先にこれ食べて、で、この後に、はい、デザート的な感じで。デザート的な。そう。セット。でもこっちが先。順番違う。順番違う。確かに。確かに、それは言えてるかも。こっち食べて、こっちを。うん。食べたらもう完璧なセットです。じゃあ、ぜひ複数買っていただいて、順番を。これは、どっちも、どっちもの良さを引き立てますよってこと一緒で。そうそうそう。セット。セット。これを食べたいなら、まずこっちから。そう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 。セット売りで。セット売りで。いすゞベーカリー様とのコラボ企画選手コラボパンは4月27日、5月6日、5月26日のホーム3試合ノエビアスタジアム神戸で販売予定です。ぜひお買い求めください。